電波がこう螺旋状に回転しながら進む光のことを円変光と言いますけれども、目で見える可視光の円変光のレーザー光の波長を、波長が200ナノメートル以下の非常に短い真空紫外と呼ばれる円変光、光の円変光に直接変換する新しい手法を今回我々は発見しました。今回の研究のポイントとしましては、この波長を変換するための媒質に厚さがたった50ナノメートルしかない非常に薄い薄膜を使うというところがポイントでした。しかもその薄膜はただの薄膜ではなくて、直径約200ナノメートルの非常に小さい穴が正方向非常に周期的に開いているという特徴的な膜でして、そのような膜に円変光の可視光のレーザー光を入れると逆回りの円変光が真空紫外に波長が変換されて直接出てくると、そのような新しい現象を初めて発見いたしました。このような非常に薄い膜でなおかつナノスケールの小さい穴が周期的に開いた構造はフォトン結晶というふうに呼ばれておりまして、これまでさまざまな研究がすでに行われておりました。しかしながら今回我々が発見したような可視光の円変光を真空紫外の円変光に直接変換するという応用はこれまで見つかっておらず、また新しい現象ですので、どうしてそのような現象が起こるのかという膜層科学の観点から非常に興味深いというふうに考えております。また真空紫外の円変光はこれまで発生するのが非常に難しいという問題がありました。今回の我々の手法はそのフォトン結晶にレーザー光を当てるだけで真空紫外の円変光が発生できるという非常にシンプルで簡単な方法ですので、より簡便な真空紫外光の発生手法として光源技術としての、意義も非常に大きいというふうに考えております。まだこの現象は見つかったばかりですので、どのようなナノスケールの構造を作ればより真空紫外光の強度を強くできるかなど、まだわからない点はたくさんあるために、それらの点を今後物理的に明らかにしていきたいというふうに考えております。またそれによってより強い真空紫外光を出せるようになりますと、そのような真空紫外光を使って実際に生体分子のイメージングに用いたりだとか、あるいは物質中の電子のスピン状態を直接観測するなど、さまざまな応用が開けてきますので、そのような新しい展開にもつなげていければというふうに考えております。